アイガモは野生のマガモとアヒルとの交雑交配種。ただし、アヒルはマガモを品種改良した課金品種で、生物学的にはマガモの一品種であり、その交配であるアイガモもまたマガモである。マガモ、アヒル、アイガモという呼び替えは生物学的なものではなく、歴史的伝統による文化的な故障、あるいは商業的な理由によるものである。マガモとアヒルの交雑個体では、 灰色や外観は野生のマガモと類似する。特に欧米では頻繁に、また日本でもしばしば狩猟用のおに用いられる。愛眼鳥として使用する場合もある。すなわちこれらは日本ではなきアヒル、なきかも英名でデコイと呼ばれる品種や個体の意味である。なおこの英名は鳥類の彩色目鳥を意味するデコイの語と由来を共にする。日本では アイガモの名は食肉用としてよく耳にするが、蒸気の定義に基づいた、本来のアイガモは交雑種であるため、課金であるアヒルに比較すると体が小さくなり、肉量が少ない。他にも繁殖力が劣っており、かつ成長に時間がかかるといった欠点を抱えているため、実際に食肉用に使用されるケースはほとんどない。アイガモ肉はカモ肉に比べると一般に、 脂身が多く、赤身は癖がなく柔らかいが、味はやや薄い。日本では1990年代頃から、アイガモを水田に放して、雑草を食べさせ除草剤の使用を減らす、アイガモ農法が行われている。人間によって作られた野生に存在しない雑種のために、包丁などは固く禁じられており、アイガモ農法のシーズン終了後は、食用とされる。 マガモとアヒルの交配種のほか、カルガモとアヒルとの交配種も利用されるが、それらもアイガモ農法とまとめて呼ばれている。野生化したアイガモが増加しており、他の野生のカモの生態への影響が懸念されている。野生化したアイガモは、狩猟の対象として駆除が行われている。ありがとうございます。